久保さんやっぱり東大に行くよりかは簡単ですよね多分東大に行く方が簡単だったら多分東大に行ってると思うんですよなぜならばうんなんかあの久保さんが言った通り多分中卒より東大の方が就職に有利だと思いませんどうっすか 高校大学って義務じゃないじゃないですか？義務教育が終わったら別にそれ以降は義務じゃないので、まあ高校行かなくてもいいんですよね。だから、中卒という学歴とじゃあ大東大卒業しました。っていう就職どっちも有利ですか？ってさ。も、ま、う、あ、間違いなく就職という観点で考えると、東大を卒業してた方が有利なんじゃないかなと思うんですよね。だからまあその就職をするという就職。イコール社会人就職イコール一派な大人って考えると。 なんかいい大学に行った方がまあどちらかというといいとなぜならば就職活動にまあ有利に働く傾向があるってことですねだけどその就職というところを取っ払ってしまうとなんですかね概念がなくなっちゃいますよね関係ないっていううんだからそのそもそも僕もそうだったんですけどそもそも就職っていうレール に対して疑問を持たたなかった疑いを持たなかったみんなが就職してるからみんなが高校行ってるからみんなが大学行ってるからみたいな感じでなんかそこになんか考えるってことはあんましてなかったですねなんでその何のために就職するのかなとかその何ですかねそこに対して自分のあれがない考えがないですね、うん、思考停止してるっていう。 そう例えばその大和君が10歳で天才トレ,トレーダーを覚えてねお金を10歳で稼げるようになりました父ちゃん俺一応金は稼げるんだけどちょっと社会勉強として、まあ、社会人23年はちょっとやっときたいんでうーんちょっと社会を見ていきたいから就職していいかなって,っていう考え方ですよね <laughs> なぜ就職するのかっていういやその世の中の見てみたいとそうお金じゃなくて世の中を見てみたいみたい で就職するみたいなでもなんすかねなんか,なんか自分の考えがな,なかったですねあるようでないっていう,、うん、そうみんなほとんどないと思いますよで気づくんですよ気づかない人もいますけどね俺の人生は何だったんだみたいな、ね、そうもっとやっとけばよかったなとかそのなんかなんすかねなんか思うんでしょうね